こんにちは、タケです。タケの一人調理です。今日は2015年の3月の5日の、木曜日ですね、仕事の実践力や自己スキルアップのための一人調理です。今回はもう決定みたいですね。ハリル・ホビッチ氏、ホジッチ氏ですよね。ハリル決定らしいですね。でもう早くもここに書いてますけど、選手選考してるみたいですね。まあ、まあ時間がないんで協会主導でやるみたいですけど、内容を読んだらやっぱり結構ハードワークを結構大切にして、で、戦術理解の高さを重視するらしいですね。ほんでポジションは、選手的にはポジションは複数のポジションをできる選手と、特殊な要は一芸に秀でた選手の組み合わせらしいですね。まあどんなサッカーになるかわからないんですけど、ちょっと楽しみですよね。この人もなんか、全然なんか代表とかなっても違うサッカーをするらしいんで、ちょっとすごい楽しみちゃ楽しみですけどね。まあとりあえずどうなるんかっていうのがね、全くどういう戦い方するかって全くわからないんですけど、まあとりあえずもう決まっほぼ決まり仮契約らしいんで、あとは協会が OK 出せば OK みたいですね。まあアジアカップまで決まってよかったっすアジアカップちゃうわ、予選か、ワールドカップ予選まで決まってよかったっすね、なんとかね、そしたら今回は、竹野人長ですが、昨日は動画の準備しかできなかったですね。あと全然できなかったんですけど、なので今年は、今日はリストールの改善と動画を作る、ブログを3つ作る、小規模ヘアサロンの集客をブログの仕上げですね。でターゲットブログに関してもブログの仕上げをしたいと思います。以上、竹野人長でした。